ップです。今から120年前の慶応4年、ここで戦いがあった。徳川260年の幕藩体制を壊滅させた維新の戦いは戊辰戦争をもって終結したわけではなかった。事実はこの蝦夷地に諸外国も認めた一つの政権が誕生し、それを制圧して維新の大業が完成を見るには翌明治2年の夏まで待たなければならなかったのである。当時その男たちは夢を見た。鳥羽伏見の戦いで始まる戊辰の戦いに敗れた一握りの幕臣たちは見果てぬ夢を追った。我々にはまだ蝦夷がある。蝦夷には広大な新天地がある。ある者は武士としての意地から、ある者は新政府に対する批判から、この男たちはさまざまな思いを秘めて一隻の船に夢を託した。その船の名を海王丸といい、北斗の星にも似た彼らの夢の城を五稜郭と言った。時を超えて生き続けて、今枯れかけた大きな木けれども、その枝先で今年の若葉が生まれてる。そんな風に誰もが皆消えない明かりを持つのだろう。消せない愛を持つのだろう。口に出さないばかりで泣かずに溺れ。